はい、というわけでやってまいりました。今日はちょっとコカ・コーラ飲みます。今日はコカ・コーラ飲みます。雑談動画なんですよ今日はね。いただきます。今ここね、尼崎のねブルーピーターっていうね、なんかね大工さんとかね、そういう方がいっぱい買いに来てるお店です。なんか本当にねプログッズがいっぱい売ってます。昔ねここ2階まであったんですけどね、なんか外装がねすごい、なんかほら鉄骨なんていうのこれ、足場パイプみたいなねところなんですけど、ちょっとねここに今日はちょっと買い物があったのでどうしても来ました。皆さんねどうお過ごしですかね。左方向です。できるだけね家にから出ない方がいいと思うんですけど、まあどうしてもこういったね私みたいなこう動画撮影とかね、必要になってきますんでね、あとまあ買い物とかね、食べ物も買いに出ないとダメなのでね、まあそんな感じでやっております。まああのあまりね外での撮影はねしないように心がけてはいるんですが、まあ車のこの移動中であればいいかなと思いながら雑談しております。あのホンダのね、あのいつも撮影させていただいてる、花園店さんとかにもねよく行きたいんですけど、あれなんですよ、まあ、ホンダさんの新車ラッシュがねもうだいたい2月ぐらいで終わりましたよね。なのでまあちょっと、中古車にはなるんですが、エクシブコーポレーションさんとちょっとコラボ、ちょっとやっていこうかなという感じで今進めております。他のね YouTuber さんね結構家の中でね、まあ、自粛で家の中でいろんなものを撮ったり、まあ、家の中にテントをね立てたりねして、工夫して撮影してる方がいらっしゃるんですが、私もねちょっと最近立て続けに家の中で、レビューをしてるんですけど、やっぱねちょっと私のスタイルとは合わないんですかね。ちょっと動画がなかなか伸びないということで、まあ、ちょっとわーすごいなあいつ、なんか下関すごいなんか追い抜かししてきましたね今。なんか危ないな、ああいう方ね危ないっすね。なんかね最近ねやっぱ荒い運転の人も多くなってきましたよね、こういったねご時世がねご時世がご時世で鬱憤が溜まってる方も多いんじゃないですかね。まあね、そうなんですよ、あのランキングのね動画とかね出してみたんですけどね全然伸びなくてね、あと何出したかな、ランキングの動画でしょ、で、あ、そうそう、ハリアーとかね、ヤリスクロスとかね、まあ、ハリアーの動画はちょっと伸びたかな。ヤリスクロスは、まあ、それはね、なんか全然伸びなくてね、あれ、サムネイル失敗したかな。サムネイルってね、動画をポチッと押す前のね、画面がサムネイルって言うんですけど、まあ、あれとかタイトルとかね、結構工夫してね、作らないと、なかなかね、押してもらえないんですよね。で、今日はね、結構、こういったほら、100均でね、ダイソーとかね、ありますよね。ああいうところで車のね、便利グッズとか、ちょっと買いに行ってね、レビューしてみようかなとかね、いろいろね、模索してるわけですよ。やっぱね、どういったね、動画が皆さん見たいですかね。ちょっとできたらコメント欄でね、教えていただければ、その動画撮っていくように頑張るんですが、なかなかね、試乗動画ってなるとね、こっち私もね、結構乗りたいんですけどね、そういう場面にね、なかなか出会わないということで、まあね、車の中でね、車中泊動画っぽいの出してみたりとか、いろいろしてますが、何がいいんでしょうね。本当教えてほしい。まあそんな感じで、今日は、まあお悩み相談という感じの雑談動画なんですけど、いやー、伸びる人は伸びてるみたいですね。で、やっぱ再生数がね、落ち込む人は、私みたいにね、全然伸びないですよね。不思議とね。何なんでしょうね。
そうそう、ガソリン。ガソリンね、ものすごい勢いで今安くなりつつありますよね。この間ね、コストコでね、ガソリン入れるんですよ。あそこでね、110円とかね、レギュラーガソリンが安かったです。で、今チラッとガソリンスタンド見たんですけど、135円とか、ここ126円やん。だんだんやっぱ安くなっていってますね、レギュラーガソリン。今原油がね、えらいことになってますよね。先物取引がマイナスってね、なってましたね、原油がね。タンクがもういっぱいっていうことなんですかね。それでもういっぱいだからお金出すから引き取ってくれという状況に今なってるみたいですね。なのでどんどんね、ガソリンもね、安くなっていくと思うんですけど、まあただ0円にはさすがにならないと思いますね。人件費とかね、運送費とかいると思うんで。それでまあ100円を切ることもありうるんじゃないかなと。まあ90円とかね、80円とかね、ひょっとしたらなるかもしれないですね。そうなるとね、結構またガソリンの車がね、流行ったりするかもしれないですね。安いね、ハイブリッドカーは結構まだ高いですからね。で、電気自動車もね、乗りたいなと思うんですけど、まだまだね、インフラ整備がね、充電できるところが一体どれぐらいあるんだろうという感じしますよね。あんまり見かけないなと思うんですけど、たまにね、なんかコンビニの端っこの方にね、あったりしますよね。まあ家とかにね、そういう充電の、機能があればいいんですけど、マンションとかね、住んでる方はね、結構充電がね、できないですよね、家でね。で、まあまだまだハイブリッドカーとかガソリンがまだ主流が続くんじゃないかなと思います。で、トヨタね、ちょっと最近よくトヨタのレビューしてるんですけど、ウーブンシティっていうのがね、できますよね、トヨタのね。富士山のふもとですかね、あれ。すごいね、超未来都市みたいなね。自動運転ももちろんその街の中ではできるし、まあ、住宅とか、まあ、病院とかね、まあ、いろんな施設がね、一つの街になるということなんですけど、まあ、完全にね、そこで自動運転化ですよ。まあ、そのうち車にね、AI が搭載されるんじゃないだろうかという予想がされてますね。AI はね、もうすでにね、皆さんスマートフォンのね、中とか、いろんなところでね、もう知らず知らず、もう使ってはいるんですが、まあ、それが車に搭載されると。で、まあ、そうなるとね、もう AI がね、足を持つわけですよね。今まではね、目を持ってましたね。いろんなところにカメラがついてて、電波を使って、もう目はね、AI に備わってると。で、次にね、この車に搭載されるということは、足が、AI に備わるということなんですよね。で、まあ、そのうちね、人型のロボットとかね、そういうものに搭載されるとは思うんですが、まあ、先駆けておそらく車がね、車に AI が乗るということで、いや、すごいことになりそうですよね。そのウーブンシティね、何がすごいかっていうと、まあ、一つの街を作るんですが、実は同じ街をもう一つ作るらしいんですね。まあ、それが、そのリアルではなくて、VR、仮想現実ですね。その中にもう一つ同じ、街を作って、それが体験できるということですよね。まあ、マトリックスみたいなね、ああいう世界がもう現実になるということらしいですね。いやー、すごいですよね、トヨタ。まあ、トヨタのようなね、一企業が、まあ、国がやるようなレベルの、まあ、事業開発をするということで、いやー、すごいなと。まあ、車業界ってね、やっぱすごいんだなと思います。はい。まあ、そんな感じで今日は雑談動画でしたけども。まあ、ちょっと、私ね、結構悩んでましてね、コメントで、皆さん私の動画、これからどうしていったらいいか、ちょっと相談でできればコメントしていただければありがたいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日は雑談動画でした。じゃあね、バーイ、シュー。